<laughs> 代わりにマクドナルドで買い物してくれるんじゃなくて1階どうなってんのこれ1階は特に何もないですねそんなわけないですねパイプをつないで、うん、パイプをつないでくださいよこの鋼パイプ鋼パイプを2階と同じようにえー、とあっちからとこっちからとで工作機に入れていくわけです向こうか。 こ、うん、っちから出たやつをえっと早尾さんこっち開いてるとポイント増えますしねああそうか私の方ですかジンのキャッシュをおそうじゃんみんなキャッシュをジンのキャッシュを貯めに来てんですか <laughs> 使いか使い道がないとかいうくせにためには来るんですねいいじゃないですか <laughs> ハイパインフレーションに備えて <laughs> みんな いっぱい貯めとかないとね、十倍になるから近々。<laughs> え？っどれくっつかないですよ。これどこに？どういうこと？どういうことだ？<ん>どこの鋼をどこにつなげる？村方さん先導がダメ人間だからなのだ。言われてますよタイガーさん。嘘。ジ野さんのこと。うん。タイガーさんのこと。ね。ジノ。タイガーさんのジノが。タイガさん。 芝草さん、トラちゃんがイメージ通りに動くとか認識がおかしいのだ。確かに。甘かった。そうだ。大、う、我、ん、タイがトラーっていうのはこんな人間じゃなかった。<laughs> もっとひどかった。<laughs> 輪をかけてひどかった。ガウガさんがいないときにかってコメントが大量って。そうね、そうかそう。いつも親方に任せてんですよね、そういや。<laughs> ガウガちゃんのこと、棒読みちゃんだと思ってる人のさん、<laughs> いつも。<laughs> トラの時はさ、ちゃんと自分で努力して読もうとしてる感じがあって、あの、関心、関心と思ってるんだけど、ガウガちゃんがいると、ガウガちゃんのこと、棒読みちゃんにしてるの <laughs> さん、本当ひどいよって思ういや、タイガーさん自身だってそうでしょ。いや,いやいや、自分で読まないから、コメント貯めてるじゃないですか。<laughs> 読むあれがね、いや、ガウガちゃん言ってほしいよ、ね。<laughs> だ結<け>局、棒読みちゃんにしてんじゃないですか。<laughs> <laughs> いやいやいや違うよ違う一緒一緒いやでもほんとあれさ気をつけないとさほんとガウガちゃんコメント読みしか喋ってない時あったあ <laughs> <laughs> 気をつけないほんともう読みちゃんになっちゃってると思って <laughs> あのガウガちゃんの使い方は良くないなってたまにねちょっとだけ反省する時がありますたたまにちょっとだけうんたまにちょっとだけ反省する あいつかガウガちゃんきれんじゃないかなって思って <laughs> いや割と割と好きそうですけどねそういうのあ大丈夫かな、うん、これつなげるとこ分かんないやトラうんどれ一回うんもう何にもつなげなくていいんじゃないって思えてきたそんなわけないでしょうえー、っとパイプんこっちパイプきてますね うん、じゃあ反対側かあっち側あ,あじゃあタイガさんここお願いしますこの合流器パイプが作られて出てきますから、うん、それを合流させる配置をお願いします、うんうん、もう合流してるよしてないとこもあるんでコンベアつなげてください うん、ふう昨日工場長は転生したから新規一点働いてるのだ柴草さんが新しいマップを始めたってことですかああー,ートに書いてあったなアッデでチ頑張ってほしい星を滅ぼすために、ま、そう滅ぼすために働いてるわけじゃないんですけどね <laughs> 魔王じゃんこの星を。 滅ぼして、てすすべを工場ににるためにああそれはちょっと面白いですけどね。すべてを工場埋め尽くせ大自然をなくす。1> 星1個丸ごと資源にしてうん軌道衛星上に工場を建てるみたいな話も。なめ、ま、くじの踏み場もないぐらいにすべてを。なめくじの踏み場なめくじの踏み場 よくわからないですけどそれナメクジもナメクジの踏み場もないようにしているのは親方ですよねナメクジがいなくなってそういなくなってからどうやったらガウガちゃんから守れるんだろうナメクジをえもう親方を処するしかないですね <laughs> どっ,ちがどっちが死ぬかっていうそういう話になってきますよこれはあん,ななんであんなにナメクジを目の敵にするの親でも殺されたんですかねうんナメクジアレルギー食べるの <laughs> まあトカゲはナメクジ食べたりするっていう話も聞いたしそういうこと、ね、これ逆じゃねほっそり食べてん えっと、裏方さん、ガウガさんは、左脇腹痛と右肩痛で満身創痍なの <laughs> 詳しいですね。ガウガちゃん、仕事もな、ちょっとハードっぽいかな。はいはい。肉体労働してるみたいですね。うん。うん、そっか。あ、間違えた。筋肉痛なのかなじゃないんです。え、原因不明、うん、原因不明だ。筋肉痛だったらいいかって。 まあ鍛えられはするかなうんそうそう筋肉痛になってご飯を食べて修復するんだって配給に書いてあったから配給、はい、になるほど漫画知識だけど <laughs> 大丈夫かしら、うん、そうつながった芝草さんナメクジを強い敵に守ってもらうのだああなるほどあ<の>敵を強化する方式ロケットの生肉みたいなやつとか うーん。ん？アルミシートない。でも逆に。繋がったけど、ね。え？繋がったけど。<laughs> けど？なんかあってんのか。普通に繋げるだけのはずなんですけど、あってないとこあるんです。交流器置いて繋げた。ですよね。ちゃんと出てきてますか？うん。うん？ 入ってきてないもん、そもそも。そう。え、つないでくださいよ。つないでくださいよ。こことか抜けてるじゃないですか。<laughs> 何やってるんです。え,え、そもそもつながってないじゃないですか。す <laughs> 置いただけどこがしかも置けてないとこあるし。え、そこ置いてないよ、トラ。ええ、置いて。私が置き忘れたってこと <laughs> じゃ えここ今神野さんやってたんじゃないのやってましたけど途中から大我さんに任せますで、うん、え全然置いてないじゃないですか全部ここつなげてえ何これ何これ,何こ,れ,どれこれ何に繋がってんのこれどれこれえっ何に繋がってんのえこっからこの辺全部つなげてほしいんですけどあとここえっえ <laughs> 合流器多くないなんかいや<あ>多くない後ろの合流そうそうこれこれこれ <laughs> ああなるほどなるほどそうそう何のために置いてると思うんですか <laughs> なるほどねはいそういうことですわ <laughs> めちゃめちゃ合流器多くない <laughs> まあ1台に1個必要ですからしょうがないですねこのパグには与えないのえだからいるから置置いいてて専用置いて,置いて 置いて繋いで。置くの。嫌なんですか。<laughs> <laughs> 何置くのって何しに来たんですか。嫌 <laughs> じゃないけど置くんだ。当たり前ですよ。置かないと出ていか,かないじゃないですか。ハグ。えっと柴久保さんててアップで8では強くなるからガガさんも戦いが,いが増すじゃろ。う,ん,うん。さらにな。なんかそうなんかそんな話はちらっと聞きましたけど。 戦いがいがあるからって言って元気に戦いに行って結局ナメクジ滅ぼされるんじゃ意味がないんだよな <laughs> ね。ナメクジ保護派とナメクジ殺す派に分かれて混沌を極めてるから <laughs> <う>今この星は。どうすれば。景色としてのナメクジのさ情緒というものがさ。え、ちょっとわか,、ね、<laughs> かんないですね。<laughs> いや、なんかこの間の 橋の下なめくじとかさ景色としてのなめくじがいい感じじゃ夫婦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 とかああはい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 ,ふうふいそうなんかそうじゃなくて適当なとこに張り付いてるなめくじはもう取ったらいいと思うんだけど、うんはいはい、そう景観として価値の高いなめくじは置いといてほしい置いといてほしいそ,れはかそうなんですよ 摩擦しちゃうから、<laughs> ちょっとそこはそ、ね、センスなの問題そう、親方にこのセンサーちょっとまだわかんないのかもしれないお水飲むのだ <laughs> 飲むのだへんさん、十分経ったらしいですよいやあ、鋼缶入っていったなうん芝草さん、うん先行版だけど新規以外もなめくじ復活してるのだえ それ、いいんですかナメクジは有限のはずですけどんでも復活するんだ、ね、ああ何か交渉の上に立ってる岩も復活してましたしね、うん、でも前回はナメクジ復活しなかったでしょ確かうーん,うーんそうかその情報はあの是非あの当日まで黙っててください。 <laughs> あのなめくじ増えとるやんけーって親方が驚く様を見たいんで <laughs> ガウガちゃんこの配信見んないのかなあ見るかもしれない意外と後から見てたりしないそうそうそう見るんですよあの人怖いですよねえらい,、ね、<laughs> い怖いじゃなくてなこと言えないよねそうそうそう <laughs> そう,そう,そうあの人ちょっとストーカー気質あるんじゃないかなって思う <laughs> ストーカー気質かそう

そこは上司がちほんといつまでも見てないとダメってことじゃないですか OK <laughs> かな <laughs> よしかいのさんがガオガちゃんのことを褒めてたほ<う>ガオガさんはみんなの話しているタイミングを見計らってコメント読んでるから気遣いの神だと思うあ<ー>そうなんですね。ガガんうん。まあ。 あのロアル建設の棒読みちゃんなんで任せてください <laughs> 専属なんで <laughs> <laughs> ひどいひどいなあ,あでかいのさん気づいてたよそもそも虎はそこの接続を頼まれたと思ってなかったというねってそうなんですよ何がそうなんですか何がそうなんですよジ神野さんどこの話してんだろう全部ですよ全部 <laughs> 何言ってんですか <laughs> あそこ一体全部やってほしいってちゃんと動くようにしてって言ってるのにも逐一言わないとダメなんですかああとさ「パワーシャードにしなければナメクジ生きてるからね」って言ってるから分かったじゃあ取ってきたやつをすぐにパワーシャードにしないでナメクジ放牧場みたいな作っとけばいいってことはあなるほどね。<laughs> うん なめくじ牧場みたいなの作っといてそこに入れてもらっておけばナメクジもトラも幸せってことまあ多分でも親方が見つけたら即シャートになっちゃうでしょうけどねうーんそうなんだよな必要な時に必要なだけ屠殺するっていうことをしてほしいそうねでもあの人はしない、うん、しないだろうな場所取るって言いそうだなうん、うん だって一通りこの辺が出来上がったので次ちょっと行きたいと思いますがいいですか了解ですじゃあここあ違ちったこの辺向こう行きます向こうはい西側今ここえー、っと鋼鉄の材料になる鉄が流れてきているわけですけどうんうん実はこれまだ足りてないんですよねあらまあ で、三箇所から持ってきて欲しくって、これを。うん。え、どこだっけ片方多分あれなんですよね。ちょっと北にあるあれ。うんうん。で、ここに、私がいる真下に合流器があって。うん。向こうから連れてきて、この合流器につなげてください。かしこまりました。よろしくよろしくどうぞ。 もう一個どれれだっけあれかな楽しい道は通らしたほうがいいですかいいえ本んとに <laughs> ないいえ <laughs> いいえと言ったらいい,えい,い材料になるよいやならなくていいです普通の材料がいいです本当にこれかこれだなこれねまっすぐいいいいえー、何言ってんですかまっすぐですよ <laughs> 私、まっすぐ、まっすぐ。ちょうどいい岩があるし。<laughs> 余計なことしなくていいです。<laughs> そう。ま <laughs>、うん、っすぐコンベヤを引く方法っていうのを私、開発したんですよ。まずで、電線を引けばいいんです。電線を引いたら、これ絶対まっすぐなんで。そうね、この辺通すか。わーわーわーわ,ーわー わー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  <laughs> 楽しそうね <laughs> よいしょ「ナメクジはトカゲ犬に持たせて隠しておくのだ <laughs>、えー」ええそんなことできるんですか <laughs> なるほどトカゲ犬ごと殺されそうなんか <laughs> <laughs> そうですねあの人は絶対、うん、殺しにかかってくるこうするかな ちょっとバグ技だけど、地下コンベアという手法もあるね。んコンベアを地下に。あーれえ、無理じゃないですかうーん。あ、まあでも、入り口と出口があればいける。え、いける だから、ね、地中に、地中にコンベア持っていくこともできなくはないっぽいんですけど、当たり判定の問題あるからどうなのかな。これ、ここに持ってきます。で、こっから、うん。この辺でいいかな。何干渉してる違う。経営者か。 んんであと向こうに持っていくだけですこのこの電線に沿っていけばまっすぐいけるっていう素晴らしい技しただあわっとっとっとなんで,なんでけ<ど>わっあれ 電気きてなくなないこれなんか一瞬落ちたああ電気きてな一瞬落ちた <laughs> 電気きてないのは当然だったあえどうしようコンテナにナメクジを入れてコンベヤーでつなげればナメクジサーキットの出来上がりそうナメクジサーキットコンテナってなんだコンテナってあのえー、コンテナ、ええ <laughs> 物を入れるコンテナ。あの四角いやつ。うん,うん、うん。それにナメクジをうん。あんながナメクジ入れといて、で、うん、そっから、えー、っと、コンベア引き出して、例えばぐるっと移周させれば、コンテナの前から出ていって、<あ>後ろに入ってくる。永久にぐるぐる回り続ける、みたいな。なるほど。ちょっとやってみよう。やんだっていいです。<laughs> なんで なんでななんでなんででいきなりやろうとするんですか <laughs> 復習大事かな。復習学びじゃないんですよ。学びだよ。ナメクジコンテナの作り方の学びを得た。あー下がってんなちょっとここ上げようか。ちょっと気持ちが悪いので。 なめくじいないかなここでいい景色どうでもいいナメクジいないかなどうでもいいナメクジいるんですかどうだろう彼らどうでもいいって言われますけど彼ら必死に生きているんですよみんなうんそうなのよねそれをどうでもいいだなんて勝手に決めちゃうよくないナメクジ うーんと1個上げていいねどうですか理想的なまっすぐコンベヤが敷かれたんじゃないでしょうかいいねいいねちょっと今見えないけどあ あれはメくじのけし気配がんで終わったら電線を撤去するとえここっていくつここって240だっけ240だからマーク3でいっか 囚われてる、うん？爆弾が必要ああ、はいはいはい人間に狙われてるから隠れて生きているここですここちょっと待ってそれは何私に爆破しろって言ってるんですか <laughs> 緊急です緊急じゃないですよね <laughs> ここですえ、そんな隠れて生きてここどこ <laughs> 花火が上がってるところ。いや、そんなことしないで。<laughs> ああ、そん、そこまでして何暴きたいんですかナメクジを。うん。ちょっと、サーキットの。ひどいな選手として迎えたいなって。砂漠で必死に生きているナメクジ。乾燥に耐えて生きているナメクジを。じゃあ、何度もあげなくってもいいですから。それよりもピコってやってくださいよ。<laughs> あほんとだ岩だうん SOSSOS 花火確かにわかりやすくはありましたけれどえー、っとじゃあ,あこれかリロード投てきあ間違えた <laughs> えー、投てきカウントダウン321ゴー 痛い <laughs> 君うちにおいでよよし確保されてしまったいるぞありがとう助かりますえっと芝草さん鉄道を工夫して使うと地形テクスチャーの中に入れるので裏世界でコンビは不接していくという候補 <laughs> さすがにそれはバグすぎる <laughs> 裏世界を <laughs> こんなに広大な大地があるのに裏世界を耕していくなんて。下ったに、ああまあそんなこともないか。まあね、でも下手すればあの、死んでしまってリスポーンできないとか、アイテム全ロ数とかもありうるんで、やめときます。それはつらい。さて、えー、っと、これでじゃあ鉄が全部いった、あ、そか、タイガさんの方の。 コンベアをマーク 3? に変えておこうかマーク3うーんとマーク3フフ <laughs> 微妙な曲がり方をしてますねここまあいいでしょういつものタイガさんに比べればまだまだマシです <laughs> ちょっとね、一箇所ね、くの字になっちゃってて。はい、楽しい方へ行こうとしたけど、元に戻ったっていう苦悩が、わざわざこっちに向こうに行けって言ってんのに、<う>最初最初の段階からもう方向間違ってるんですが、<笑><笑>このなんか楽しい岩があるなーって、楽しくない楽しくない楽し行こうとしたんですよ、ここで。 これ。もしかしたら怒られるかなって思って、戻るか。なるほど。これだけ言ってんのに、まだもしかしたら段階なんですね。絶対怒りますけど。<laughs> まだ学習できてないんですね。<laughs> いやー。さて、ね,ね、ね、じゃなくて。<laughs> あ、じゃあ、鉄の供給は終わったので。はい。じゃあ、ここで、えー そこから鋼管が作られて、うん、でその鋼管を持ってきて、うん、ここの組み立てっでコンクリート被覆型香領を作るという流れになるわけですがイエイそのなぜかっていうとコンクリートがきてないからですなるほどじゃあコンクリート作りに行きますかはいえ えー、まあ、っうん行くかタイガさんあのー、コンベヤの部品持ってます鉄板とか鉄板うん,うんどうかなこれ評価鉄板はあるけど、うん、鉄板は7枚しかありません全然ないじゃないですか <laughs> こここ鉄板こ,こ多分向こうかもしれないけどこっちかこっちのどっちか鉄板は7枚これはあれだ、えー、とコンクあーはいはいそうかあとこれはケーブルだあっケーブルでしたかえっなくないれあ,れだあんはいはい パンだこれはでも2スタックしか入んないんよなえ何持ってるんです <laughs> 知りたい一一応聞きます知らない方がいい可能性はあるけどまああるけどあるけどでも必要素材をちゃんと持っていってくれないと困るんですか何でこんなにいっぱいなんだろうなナメクジ そんなにたくさん捕まえたんです <laughs> いや、一匹だけだなあ,あ、鉄のインゴットとか。うん。鋼鉄のインゴットとか。<笑><笑>ああ、なるほどね。はい、石炭とか。石炭はい。<laughs> 入ってます、ね。わかりました。じゃあ、あのー、こっちにコンテナ建てますから。ゴミ箱に入れちゃうそれか。いいえ。 <laughs> ここのコンテナにインゴットと石炭は入れちゃっていいですどこだはいでえー、っとそれから最高機最高機マーク34台分うんてたいので、うん、その材料もお願いします 最高機マークー4台分うん脳の処理が遅いな今日トララ4台分うん余裕モジュラーとスーパーコンピューターと携帯式最高機がありませんでしょうねうんでこうよっか この辺この辺消えてしまった <laughs> あったまずここに携帯最高機2つあるんでこれを持ったらもう何も持てないがしまって <laughs> え今しまったんじゃないの しまったけどいっぱいだもん。花火置いてけ花火を <laughs> いやだいやだ絶対離れないぞ。離れない。<laughs> で何をそんなに持ってるって言うんですかおかしくないですか？強化鉄板が多いかな。はあはあ。強化鉄板を四スタック置いて。あこれめちゃめちゃある。高梁二列ぐらいある。 香料はここにしまいますよ。ここに入れちゃったわ。<laughs> いいわ、りました。いや、2列どころの騒ぎじゃないかも。2, 2列ぐらいか。なんでそんな大げさに言ったんです <laughs> 香料もうちょいいらないかな。ぐらいでいいかも。おもうしまえなくなってる。長ネは使うけど。 こんなもんこれでだいぶモてますね、えー、余裕パーコンうん で携帯式最高機を個うん12個まあ2つ持ってあとは現地で作りましょううんでも12個持てるよああじゃあどうぞうんあ<ー>そっかあとあれかえー、っと違う違う えここ虫みたいだよねいくついるんだっけ8 1 0代か11え十。とはいはいできましたはい結構ですじゃあそしたら南に向かってくださいうん W、S, S。嘘 <laughs> <ー>。<laughs> じゃあ W、T ですよ。S, <laughs> S か。で、<S, S 方面に湖がありますので。はい。さっきの通ってきたとこですね。そうですね。途中にナメクジがいたとっていこう。 ジの絶滅に加担しだしたんですけど <laughs> いや殺さないよシャードウにはしないペットにはするペットなんかナメクジの匂いしたんだけどこのへついに幻覚幻聴いや減収いやいるでしょこの辺多分さてナメクジいるでしょう,うーんとせっ いいない幻の匂いかなんんあれかあれだなうーんどこに立てるかっていうことをねちょっと考えてんですよね うんやっぱりこっちかなやばちょっとコンクリートいたほらタイガーさんあのし仕事は仕事はコンクリートなんでナメクジじゃないんで <laughs> 絶対に用意したと思った水上建築にはしないつもりです<し>あのポンプも置きたいので りのさんの方に行けばい,い,いや南に行ってください私ちょっと忘れ物があって <laughs> 何このうんこみたいなのすぐうんこ言うこの人たちいや本当にうんこみたい <laughs> 本当にうんことか言うな <laughs> 配信してんですよ分かってんですか <laughs> <laughs> ああ<ー>えどこだっけこれでいいかうんこを映してしまう <laughs> 違うでしょ <laughs> 奥のうんこかうんこいうな <laughs> <laughs> あ、なみくじだえ、その湖のなみくじは置いといてほしいなわかったでもどうでもいい感じにいるよそんなことないでしょ幻だってえ、幻でしたいたようにえちゃった。私もいたように見えたけど 見失っただけかな、<で>トラゴ。え、いるじゃん。んしまった、ここ電気があんまり来てないんだった。よいしょ。はい、じゃあここ。ないよおうん。タイガさんどこ行ったここだ。湖に着きました。はい。ちょっとどこの高度にいるかわかんないけど。 うん。多分近くにいますね。じゃあまずあそこ。ES 方面。E 方面かな。通り過ぎてた。かなり。なんか見えないと思った。<laughs> 待ってね。え、どこ動いてんのこれ。あ,れあ、湖って、そっちの湖。<laughs> なるほどね。 湖かっこ海にいるトラちゃん。なるほどね。はいはい。湖って言ってんのにめっちゃ行き過ぎてますけど。<laughs> ええー。なんで、列車から見たんじゃなかったんですか <laughs> 見えたのはここかなと思った。もう一回ピー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 ってやって。 どこ行ってんの,の <laughs> 違う違うあえあのスキャナー出してはいはいはいあ分かりましたああそうそれそれそれじゃあそこあの最高機置いちゃってくださいはい飛べないうん飛べないよ電気ないですからねどうしようかないっぱいついてきてるなんかなんか 高さが問題。これはよくない高さ。<laughs> 困った。<laughs> な、なに、な遊んでるんですか。<laughs> これ、これなんだい。二四六台か。これはいいなめくじじゃないか。またなめくじの話してる。置いとかないとね。湖のなめくじってこいつか。 おっとちょっと待ったそれは聞いていないぞ1234か123うーんもう一段上げるかこの辺の石灰のとこに。 どどんどん立てればいいんですうんとちょっと待ってくださいね、うん、そこ中順度うんああなるほど中順度そうかそっから東に行くと低順度の石灰の交渉があるんですよちょっと距離あるんですけどそうそっち方面 なんだったらマップを見るなり、えー、スキャンするなりで探してください了解今セーブ中行ってみますはいいい方面行ってみますうんあんとじゃないやメートル土台に変えて 4にするとこうなっちゃうななんか不格好だなもう一個前出すい<け>うん,んで<し>これでえー、おきました で六台。置いたよ。はーい。他にも？えっとそしたらもうあのコンベア引いてきてもらえます。電気。電気。電気 <laughs> そうね。どうせ最高機で使うんだから、ね、電柱立てながら行けばいいですよ。電気を取りに。 ほら電気がないとホックにすら追われるって <laughs> 書かれてしまった <laughs> そんなそんな12345もう一台あえてジンさんのとこにホック連れてったんですさっきはえ <laughs> 私をやろうとしてたんですかそれはそう2匹ね連れて行ってなるほどわかりましたじゃあ連れて行きますよこっちも <laughs> やれっつって どうえ、コンベア。この人ねうるさいんですよね結構孔明さん孔明の罠ならぬ虎の罠だったかって <laughs> <laughs> そうです孔明と並べるのはちょっとどうかと思いますね作詞作詞虎でしたああお水飲むのだだうえー <laughs> 水飲むのだ早くない<っ>あれもう一回お水飲むのだでだいたい0時ぐらいになりますねうんちょっとお水もなくなりそうコンベヤーコンベヤーいけな,いなん何でやでん え、これどうなるのかしらオンベアの流れが逆おっとはぁ <laughs> <ー>どうした <laughs> いやあの、肉に雪玉ぶつけて爆,す爆殺しようとしたんですけど 爆発したらその衝撃波で私自身も吹き飛んで崖から落とされました生きてるなんとかコンベアの流れが逆って言われたけど直し方がちょっとわかりません一回撤去したらどうですか撤去うんえ、スピンコンベアをそうそうそう 困った時は全部削除最高機を最高機は取らなくていいと思いますけどコンベヤをんコンベヤ1個も敷けてないよえっどういうこと <laughs> え最高機から出てこないってこと <laughs> そう最高機にくっつかないよことえそんなことあるうん今なうえっこれ何やってんです つかないでしょえ、いや、もうくっついているように見えますけど。これでしょう。<え>ああ<ー>。裏の画面ではないのよ。ああ、なるほどね。了解、了解。じゃあ,あ。今一瞬石だけ出た。<laughs> はい。すでにもう敷かれてました。あ、くっついた。くっついた。え、待って。でも。どうなってる。今。 <laughs> 本当は何。つながってる。つながってる、これ。<laughs> 何それは、石灰石が出てきてるんだったら、つながってるんじゃないでしょうか。違うの、青いままなのよ。ええー。ああ、青いままですね、確かに。うん。 えもう一回クリックしたらどうなった？ポールの高さをちゃんポールの高さを決める段階で止まってたんじゃないんですか？いやまだ青いよ。え？いや青くないですよ。青い青い。ほらセイさんもあれ？ホログラム描写があって。 これは通信ラグとかで落ちそうな前兆かもっていうああはいはいそうですね動機ができてない感じじゃないですか怪しいなトラ一回落ちた方がいいかなうーんそうですねじゃあこの岩の上で落ちようかえあのー、電子レンジのせいいやだって今日今トランチトラしかいないから いや誰かいるってことじゃないですかじゃあいないよ <laughs> 殴るよすぐ暴力に訴えてくる嫌 <laughs> じゃんホラーじゃんそれ嫌じゃんホラーですね嫌ですけど寸前にオートセーブがあったからそれでずれた可能性がありそうなのだそうですねなるほど大抵でちょっと一回落ちてみようそう 大抵こういう時ってオートセーブでズレが生じるんですけどまあかといってオートセーブなしにするのはちょっと怖いのでうんうーんこれちょっとタイガさんに切ってほしいな最近ではいフはいフフ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  お <laughs> さんが言ってるそう「米車はいるけど今俺の横で寝てるぜ」<laughs> いや別にどこで寝ようがいい,いんですけども何なん今の米車なら俺の横で寝てるいや別にどっちでもいいですけれども <laughs> <laughs> うんうん 六台、うん？五台でしょ？六台だ。これ置ける。うわあ、何？何？置けた。あ、急にトラがやったであろうもんが出てきたわ。急にってあん？うん、うん？うん？うん？あった。治りました。はいはい。まあまあならよかった。 飛ぶぞーえーっとここマークツーで立ててんで目的地はん <laughs> もう寝るのだもう寝るのだうんはよさんどうもおやすみなさいませご視聴ありがとうございましたおやすみなさい お疲れ様です目的地はひとまずこの辺かなえっ、ー、とハイライトをしときますよ了解目指しますあれどこ行ったあれどこ行ったどこ行っちゃったどこかっこれは悲しいどこ行っちゃったマップであるかなんこれかこれか うんうん,ん, <laughs> んこれか。いや、これ、ちょっと、ちょっと、ちょっと。え、どれこれ、この、このま、え、どうす,どうすればいいの、これ。どうした <laughs> いや、うまくいかなくなったな。面倒がらずにちゃんとやるべきだった。えー、っと、<laughs> こうして。 ありますねそういう時ハイライトスタンプ結局遠回りやんけーってなるとそう手間を惜しんじゃいけないよということそう最初から素直にやっとけばえっ、ー、とこれどうしようかな うーんどうしよっかなうーんこっからくるからやっぱりこっちかうんなんか落ちてるなるほどいっぱいだなるほど線は埋まるものである 電線は教習でそう習ったそんな教習誰がした <laughs> ここで持ち上げたいね一回上から見,見つつおっと,っと,、えー、っとここで精電機6台立てていくわけですが急ですね うん,うーんこの辺からにするか。いやなんだったらこっちから合わせた方が良さげ。 うん、えー、っと356そのちょっとがどの程度なのか非常に気になるんですがいいかなこっちが出口お腹減ったな ランチーマポテトチップスめっちゃあるよなんであらゆる種類のえなんでそんなにポテトチップスばっえまた夕飯にしたんですかうん親がいないからいっぱい買った <laughs> いやいてもいっぱい買っていいと思うんですけれど <laughs> ダメダメダメなんですかそうですかうんまあ確かに夕飯はちゃんとしたものを食べてほしいというのはある 夕飯ポテチ最高だからえでも小池屋ののりしお夕飯ポテチここに来たよはいはいじゃあえっ、ー、とーまあこの6台のさあ精電器じゃんや静電えっ静電静電だっけこれ、うん、違う精電じゃない精成器だに入れていくわけですけど、うん、ここにうん,うーん 合流しなくてもいっかしなくてもいっかしなくてもいっかちょっと待ってくださいね、うん、はいえーっとこっちが中だからこっちが低純度だから向こうの奥の2台にわかる、うん、奥の荷台2台今持ってきたやつをそうそうそうそれは奥の2台に振り分けてください で手前の手前のそっちの、えー、最高機からは4台に振り分けていただきたいありましたお願いしますうんとえー、っと何しようかっていうと私はこの辺に電柱を立てるそして コンベアリフトよりアトラクション感を優先するのはトラちゃんっぽいって誠地さん言われてました <laughs> まだそんな変な道を通ってきたんですか,確かにリフトという選択肢があったなぁいやいや必要必要なら仕方ないですけど嫌いってわけじゃないですけど別にリフトじゃなくていいじゃんってなるんですよね <laughs> でもねさすがにリフトだった方が良かったなって見たら思うと思うよ、うん、なるほどうんここはさすがにリフトでしたねって神野さんもそうですか思いますかね思うぐらい変な曲げ方してある、ね、なるほど変な曲げ方そうなんですか <laughs> 埋まっちゃってますしじゃあ敷き直してきてもいいんですよ 後でね<あ>絶対やらないやつは <laughs> <う>絶対来ない後 <laughs> うん後でねはやらないやつあーこの湖をガラスで埋めようかなって思ったんですけどうわいいね自然破壊として最高だと思うよいやこれは 違うんですこれはあれです。向こうから持ってくるようなんで。え、どっから持ってくるのマップ。これか。うーん。どれだ <laughs> 埋めてるねー。いやいやい、これはちょっとい一部分だけ。この後。ん水上なめくじコースター作っていいじゃん。やった。いや、ここは。 いや、ダメです <laughs> どうしてあれどれだこれでしょんこれかぶってんのか方向がえ違うなこれあっちの方向にあるはずなのに反応がないのはなんだ うん。まあいいや。こっちを埋めていこう。<え>幻だった。<laughs> え、たかさん。できたんですか。ん <laughs> 遊んでるようですけど、できたんですか。 しかやってなかっためくじを追いかけてる場合じゃないでしょう <laughs> どうしてそれを今幻だったって自分で言ってたじゃないですか <laughs> <laughs> <笑><笑>言っちゃってたかあこれそうあどうしようかな下から来るからえー、っと うん。これでいいか、いいのかな。いい気はするけど、どうなんだ。パイプラインマーク1。インディケーターなし。違う。 うん曲がりますねうんちょっとなんかコンベヤが荒ぶってますコンしたいかうんでこっちも同じように水を入れなければならないのですがしまったな さんに先に言っとけばよかったかくっつかんないんこれかくっつ,ついてるくっつ,ついてないねなんかねコンベヤの具合がおかしいよどういうことですかあ分岐キーがおかしかった。 うん、つまり <laughs> タイガさんがおかしかったということですね寝てたのトラ誠一さん <laughs> おかしかったねこれはちょっとどない消しちゃった <laughs> コントロール Z くれよ <laughs> 寝てるんですか寝てんなこれは4ーかなでマーク1 <laughs> 寝てますねまあいい時間ではありますからこの時間に眠くなるのは眠くないけどもうすでに寝てしまっているみたいな <laughs> うん「寝る」という概念が発生してる概念、ね よくいさんだおこんばんはお二方今日もお疲れ様です今日もこんばんはですーーすみませんいいんです<え>元気ならよし良い子は寝る時間です寝てくださいそうそうですうんよしあとはあんとポンプか寝ないとね風邪ひくえそうなんです うん。寝ないと風邪ひく。寝不足が全ての原因だよ。ああ、なるほど。それも一理ある。うん。やっぱりね、睡眠はね。え、じゃあ太陽さも大事ね。太陽さん、風邪ひいたんですかひかないね寝ない、うん。寝てないのにう、ね、ん、寝てない話が違うんですけど。<laughs> <laughs> 寝ないと風邪ひくって特殊、特殊、感染者なのかな <laughs> 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 特殊だなちょっとねそうなのか、うん、それともその大河理論が間違っているのかうんまあどっちとも言えるかもしれない真似したらいけないっていうパターンうんまあそうですね、うん、何せまあ睡眠は大事なのでストレスは万病のもとなのだそうですね全くそのとですえっ大河さん結構ストレス受けてない めっちゃウケてる。<laughs>